トサク鉄道9640系機動車。トサク鉄道9640系機動車。トサク鉄道9640型機動車は、2002年、平成14年に10両、2005年、平成17年に1両、計11両が製造された、トサク鉄道5名、なはり専用の機動車である。2002年、平成14年生のうち2両は、 側面片側を開放で起きとした特別使用者、2005年、平成17年生の一両はお座敷車としても、使用できる仕様となっている。日本国有鉄道経営再建促進特別措置、法により建設が凍結されていた、朝線のうち、湖面駅な張り駅間が、土佐黒鉄道5面、な覇り線として2002年、平成14年7月に開業する子に先立ち、 製造された機動車である。形式名9640は黒潮にちなんだものである。同年3月に特別使用車2両9640から 1S、2S、一般車8両9640から3から10が製造され、予備車確保のため2005年、平成17年に1両9640から11が追加されている。 第三セクター鉄道では製造者が準備した標準仕様に近いものを採用する事例が多かったが、9640型は、車体寸法、材質などが製造者の標準仕様と異なり、2002年、平成14年製造の重量は5両ずつ、富士中工業と新潟鉄工所に発注されている。路線バス、乗用車などの既存交通機関との対向上、 四国旅客鉄道、JR 四国高知駅への乗り入れは必須と判断され、JR 四国線型と連結運転可能な性能を持っている。全車エンジンなどの走行装置は共通で、小松製作所製、SA6D140H-1、ディーゼルエンジンを 331kW、450PS に設定して採用した。全車21メートル級のステンレス製車体。 正面貫通式、両運転台、トイレありだが、特別使用者2両、1S、2S はクジラをイメージした流線型の先頭部を持ち、海側をオープンデッキ式の通路とした構造で、座席は転換クロスシート、一般車、3から10は通常の平妻の車体で、車内は5面寄りがロングシート、那覇よ寄りが転換クロスシート、2005年、平成17年生の1両、 11はお座敷車として使用可能で、平妻車体、車内はロングシートとなっている。開業時から高知駅上入り、JR 四国線型との並結運転が行われているほか、土産線土佐山田駅まで乗り入れる運用にも使用されている。特別使用車のうち1両9640から2、S とお座敷対応の1両9640から11は、 日本宝くじ協会の女性を受けた宝くじ号で、9640から11には、手のひらを太陽に号の愛称が付けられている。9640型は、富士重工業と新潟鉄工所に分散して、発注され、車体全長、幅が JR 四国線型と、同数法の長さ 2800mm、幅 2800mm、車体材質は、 ステンレスとなっている。第三セクター鉄道では製造者が用意した標準型に近い車両を採用する事例が多かったが、9640型は、車体材質、車体長さ、幅などが標準仕様とは異なっている。特別使用車2両と一般型8両、お座敷対応型1両で車体の形態内装が異なるが、全車全面貫通式 新商社対応様式と入れ付き、乗務員室は左側で、乗務員用扉は設けられていない点は共通である。特別使用車の先頭部はクジラをイメージした、流線型、千0 0ミリメートル幅の開き戸の客用扉が片側二箇所、運転室部の四百0ミリメートル幅小窓の直後に設けられた。特別使用車は海側にオープンデッキの通路を設け、海側車体外部扉間には三千三百。 ミリメートル幅の手すり付き開口部がある。山側側面とオープンデッキ部の壁には1420ミ、mm、リメートル幅の固定式窓5枚が設けられている。それ以外の車両は運転台部に小窓2枚、運転台がない車端に小窓1枚を備え、その直後2000ミ、mm、リメートル幅の引き戸の客用扉が片側2箇所に設けられ。 海側には 1700mm 幅の固定窓6枚と 630mm 幅の窓1枚は設けられ、山側はトイレ部分の 1700mm 幅の窓と煙突部の 630mm 幅の窓がない。特別使用者にはクジラをイメージした塗装が施されたが、1S は青系、2S は緑系で塗装され、1S の側面は 柳瀬隆デザインの各駅のマスコット、ミゲスの海側側面には魚、山側側面には園芸農産物のイラストが描かれた。一般車車体外部側面倉下には青の帯が入り、アクセントとして各駅のキャラクターが描かれている。お座敷対応者は倉下に水色、緑色、桃色の帯が巻かれ、帯の中にキャラクターが描かれている。特別使用者は、 オープンデッキとの仕切り壁に沿って二人がかり、転換クロスシート10組を備え、山側壁面には一人がかり折りたたみ式座席10脚が設置されている。2S は日本宝くじ協会から寄贈された宝くじ号である。一般車は5面より半分がロングシート、なりより半分が転換クロスシートで、転換クロスシートは海側に二人がかり6脚、山側に5脚がある。 お座敷対応者は、日本宝くじ協会の助成を受けた宝くじ号で、全席ロングシート、床面に畳を敷いてお座敷車として使用することが、できる。全車ワンマン運転用の機器を備える。特別使用車2両、一般車のうち2両、お座敷対応車は、AV 機器用の電源がある。運転席には、モニタパネルが備えられ、サービス機器の操作、 故障履歴表示などが行える。前車小松製作所製 6H13AAS、ディーゼルエンジン1機を定格出力 SA6D140H-1 ディーゼルエンジンを 331kW 450PS に0 0 r p m で使用している。動力は、事例式 DW21 バイト液体変速機を、介して二軸駆動の台車に伝達される。変速機は、 変速1段、直結4段で、コンバータコントロールシステムと呼ばれる、プログラマブルコントローラで、制御さる。エンジン、変速機は2000年、平成12年登場の西日本旅客鉄道機波126型と同一である。新潟鉄鋼所製、新潟トランシス製の6両の台車は、NP133D、T、枕羽根、ボルスタレス空気羽根、軸箱指示、 塩水ゴム式、富士中工業製の5両の FU55D、T だが、両者の外観は同一である。制動装置は、電気指令ブレーキで、JR 四国線型と連結運転することができる。空気圧縮機、発電機などの補機の駆動には、コンスタントスピードユニットと呼ばれる変速機が用いられ、ベルトを配している。冷房装置は、電気式、能力キロワット。 2 6 0 0 0カロリー、h の集中式ママウイナス7 2 0が搭載された。暖房装置は座席下に設けたシーズ線式だが2005年、平成17年生の一両では温風式が併設されている。登場後、各種の改造工事が行われている。2003年、平成15年1月に9640から12、 阪神タイガースのラッピングが施された。同年3月に北川村、モネの庭丸もったんと協賛し、9640から子がモネ号となっている。2002年、平成14年生の重量は、シーズ船暖房のみを装備していたが、機器が悪いとの指摘があったため、一般車5両について、温風暖房を追設している。開業時は、 五面駅秋駅25往復、秋駅の針駅27往復が設定され、五面駅秋間の8往復は、JR 高知駅直通の快速列車となった。朝夕各に往復は、JR 四国線型と並結される運用もあるほか、土産線土佐山田駅まで乗り入れる列車も2本、設定されている。特別使用車は特定ダイヤで、休日は2両編成で運転される。年、 平成15年1月に阪神タイガースラッピングとなった9610から10は同年3月松山市で開催されたオープン戦の際に予算線松山駅吉駅間で運転された特別使用車、一般車とも貸切列車としては使いにくい車内構造だったため畳を敷くことで お座敷者としても使用できる全席ロングシートの9610から11が2005年平成17年1月に日本宝くじ協会の助成を受けて増備された。9610から11には沿線出身の漫画家柳瀬隆が作曲した曲名から手のひらを太陽に号の愛称が付けられた。9610から11の投入に合わせ2005年 平成17年3月1日から5面駅や景気間で一応往復が増発されている。9610から11製造時には、新潟鉄工所は経営破綻。富士重工業は鉄道車両の生産から撤退していたため、9610から11は新潟トランシスで製造され、高知まで構想されている。2017年、平成29年11月には、 スクモ線開業20周年と、ごめん、覇はり線開業15周年を記念して、JR 四国線形線38と9640の 1S の編成が、那覇り駅スクモ駅間で運転されている。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。